ょっと私ユミちゃんが消毒のをやってたのは知ってるんだけど、ニールも やっててちょっと今写真を借りたんですけど、こんな感じでいい裏の写真を見せてもらって、こんな感じで、これでもセットしてないから、これをすごく綺麗にセットして、スプレーで綺麗にガチガチに、あんまりガチガチにはし、しないように見せる、歩いている時にこう崩れない程度にっていうかな、でショーのことはそんなになんていうかな詳しくない、今、学校行ってた時にやってた、やってたっていうか、そのコンチのカットの勉強をしてたから、そのショーのことは今行ってないのでわからない、そのシステムとかはね。このショードックの、カットっていうのは、いわゆるそのトリミングサロンに行って、その施してもらう、そのトリマーさんみんなができるわけじゃないの、多分できないと思います。またさらに、一応 C 級っていうのがあって、JKC って言ったと、今いろんな取れるのがあるのかな、資格で、でも JKC だと C 級、B 級、A 級だと先生の資格、C から始まる、どんどん高くなって、 C はラムで、 B はまあラムもうちょっと上手になるやつみたいな感じ、で A 級っていうのはショーカットって言って、やっぱコンチとかサドルとかっていうカットなんだけど、これってやっぱショーにこの消毒、ショーにで出すためのカットをするっていうのは、B 級から上の人そうだよねが目指していくような感じ、それもトリマーさんでもそのショーカットまで要求されることがペットクリップだとないよね。ペットクリップ今一般的に言うと、普通に今本当に決まってないじゃない、例えばシーズーはこういうカット、マルチーズはこういうカット、プードルはこういうカットっていうのが、カットのスタイル、スタイルが、昔はある程度あったけど、シーズーだったらこういう形にします、トイプードルだったらこういう形にしますっていう、なんかこう定型じゃないけど、そういうのが昔はあったから、お客様がシーズ連れてきたから、じゃあこのカットにって、お客さんもトリマーさんもこうなるっていうイメージが共通してたってことか。だけど本当にもう今ない。だから要はだってなんだっけ、柴犬カットしたポメとかいるもんね。そういうことですよね。なんか柴犬、明らかにポメラニアなんだけど、柴のカットしてるみたいな、そういうことか。あとは本当にさ、こっちだけ長くてこっちだけ短いとか、ほら、その普通は左右対称、そう左右対称、なんだっけ、英語で言うとなんつんだっけこれ、なんだっけ忘れちゃった、シンメトリー、そうシンメトリー先生、そのさらっとシンメトリー言ってるの、あシンメね、シンメトリー、シンメトリー、これもそうなわけよ、全部シンメトリーなわけよ。よく見るとそうですね、これも左右対称に全部こう形がトリミングというかセットがされてる、今はもうでもそんなもうなんか、だからペットクリップはないよね、お客さんのニーズ、あとは私たちの問いかけ、私はだいたいお客さんと結構話をする、トリミングをカットする前にどういう生活してるのかな、どういう遊び方してるのかなとか、じゃあお願いします、はいじゃあやっときますじゃなくって、ある程度聞く、ライフスタイルに、そうこうあった、だから2ブロックとかしちゃったりとか、2ブロックっていうのは、足先が、これ全部カットしてあるのね、バリカンで足張りって言うんだけど、ちょっとよくわからないよね、だけど素人の人ってこう足がさ鳥の足みたいに飼っちゃうのね、それ嫌だったりするじゃない、だからなかなかそういう風にして上から毛をかぶせて、あパッと見るとテディベアみたいな、こうモコモコのカットなんだけど、実は足を洗う時にこう上のこのなんていうの、着ぐるみをこう剥がすみたいな感じ でその下にこの細い足が、それもちょっと自分で考えて、やっぱり一番汚れる散歩行って、で頻繁にやっぱり、特にだからお家の中で飼うようになったっていうのもあるよね、あと舐める子もいる、ストレスとかで、できれば清潔にした方がいいから、ここに毛がない方がいいでしょ、でカットしてパサッてかぶせれば、見た目はテディベアのモコモコした足なんだけど、でも実はこの足の周りには毛がなくって、
洗った時もでそこはやっぱり素人の人がかあの乾かす時はやっぱり毛玉になりやすい。そっか、だから、ケアも楽ってことか。そう飼い主さん、うんうん、あ、そしたら汚れるから散歩に連れてかないとか、うん、っていうの機会も減ってくるから、うん、より、飼い主さんもワンちゃんも、うん、その天候に左右されないで、うん、あとその地面のコンディションに左右されないで、うん、こう遊びに行く機会が増えるっていうことだよね、うんうん、あとはその全く買っちゃえば、うん、例えば洗わなくてもさ、ただ拭くだけでも、うんうん、結構綺麗になっちゃったりするから。確かにあのここに毛がなければ本当にウェットティッシュとかで、うんうん、拭うだけでもね、ちっちゃいワンちゃんだったら、うん、ね、楽だもんね、うん。